人プチ企業のすすめ、パート9ということで、今回はですね、この人プチ企業はですね、まあ、お金だけでもなく、自由なライフスタイルも手に入るというですね、まあ、そういったお話をしていきたいなというふうに思っております。で、まあね、この前回の動画ではですね、この人プチ企業の収入にアッパーがないってことですね。今現在私自身はですね、まあ、会社の規模でいうと、まあ、1億円からですね、まあ、今年は、今ね2億円ぐらいのペースで来てますけれども、まあ、そういったですねところまで、狙えますということですね。で、実際にもともと小さく始めて、5万10万のところから今はですね、まあ、億単位の、売上っていうところを立てることが可能になってきたんですね。まあ、そういった可能性があるというところなんですけれども、ただ別に、お金だけではないですね。まあ、ライフスタイルって人それぞれですし、まあ、そのあなた の, その収入だったりとか、まあ、時間的なバランスだったりとか、仕事の量、そういったところで、バランスよく、まあ、自分でねコントロールができるってことですね。例えば、まあ、月収100万円ぐらいで、自分の時間をねたくさん取りたいっていう、そんな働き方もできますし、まあ、一方でね売上をもっともっとね立ててもっともっと収入を増やしていきたいっていう、まあ、そういった働き方もできます。それは全てですね、自分でコントロールができます。でなぜねやっぱりそういったね、コントロールができるのかっていうと、まずその自分で、まあ、インターネットを使いますので、まず場所が自由なんですね。場所が自由なので、どこでも仕事ができます。それこそ海外でもできますし、田舎でもできますし、東京でももちろんねできますけれども、場所が自由なんですね。で、あとは別にその常にねこう毎日こう作業をするとかね、そういうものではないんですね。それこそまあ極端な例ですけれども、まあ一日何かね動画だったりとかメールマガとかね LINE アットをまあ配信をするぐらいで。こうね、十分な収益を上げることっていうのも全然可能になるんですね。どうですか、考えてみてください。1日1回ですねメールを送るだけで、ね、あとの仕事は終了とかね、まあ、そういうことも全然可能ですね。なのでそれは自分でコントロールができますので、まあ、そういったね、ところで、まあ、お金だけでなくて、まあ、自由なライフスタイル、さらには時間もね場所にも縛られない、まあ、そういったものができるのが、このね一人プチ企業ということで、まあ、限りなくねフリースタイルになってきますので、もぜひねもっともっと自由になりたいっていう方にはおすすめになってきますということですね。では今日は以上となります。ありがとうございました。